2012年10月、後楽園ホールで現在世界3階級制覇王者、そして Dream Pound for Pound No.1 ボクサー井上尚弥はプロデビューをいたしました。対戦相手は東洋太平洋ミニマム級ランキング7位、そしてフィリピンのチャンピオン、クリソン・オマヤオ。通常デビュー戦からいきなり国内チャンピオンと対戦するのはありえないことです。これには理由がありました。井上尚弥自身の希望で、強い選手と戦う、弱い選手とは戦わないとの条件が所属するジム、大橋ジムとの契約に明記されていたからです。経験と実績を比べればオマヤオが圧倒的に有利ですが、それにもかかわらず井上はプロデビュー戦と思えない完璧なパフォーマンスを見せつけて4ラウンドに KO を収めました。この動画では井上尚弥のデビュー戦を振り返って、彼が使ったテクニックを素人でも分かりやすく分析します。試合がスタートして10秒以内に井上尚弥は素早く距離を詰めて左フックをクリーンヒットします。まあ、このシーンだけを見ると井上はただスピードに頼って飛び込んでパンチを当てたように見えますが、実はフェイントを使ってたからこのパンチを当てることができたのです。まあ、このシーンの前に一体何が起こったか見ていきましょう。まず最初に試合のゴングが鳴ると井上はジャブを打っていきました。で、ジャブを1発、ジャブを2発、ジャブを3発。7秒以内に井上はもうジャブを3発打ってるんです。ジャブを3発打ってるんですけど、その当てた数は、まあ実は0なんです。で、なぜかというと、井上はジャブを当てる目的で出してないからです。ただ対戦相手、クリソン・オマヤオはそれを分かってないので、ジャブが来るたびに反応しないといけなかったのです。で、その反応を見てるのがモンスター、井上尚弥。ここでジャブをもう一回出すような動きを見せてるんですけど、ジャブじゃなくて、フックを打っていきます。で、オマヤオのガードをよく見てください。パーリングしてます。ストレート系パンチに対するディフェンスを取ってます。けれども、井上はまっすぐ行くジャブよりも回っていくフックを打ってるので、オマヤオのガードを回ってクリーンに当たります。なので、ジャブのフェイントを仕掛けたから左フックを当てることができたということになります。続けて井上はジャブのフェイントから左フックを打つテクニックを仕掛けていきます。ここで重心を落として、まあ、ボディにジャブを打つような動きを見せてますが、まあ、またそこから重心を上げて、フェイントを仕掛けて、左フックを打っていきますが、オマヤオはもうこれを一回食らってるので、井上の左フックに警戒してました。なので、井上が左フックを打つんですが、オマヤオはこれを避けることができました。で、避けて自分のパンチを打ちに行きますが、井上尚弥の反応を見てください。このパンチを外したすぐ後にディフェンスの対策を取ってますね。左肩を上げて自分の顎を守ってます。で、こっちのガードもしっかり高くセットしてますね。でもまあ最終的に距離を取ってオマヤオのパンチを外します。オマヤオは井上尚弥の左フックに気をつけてたので、井上尚弥は攻撃のパターンを変えます。ジャブからフックよりも、ジャブからストレートを狙っていきます。ここでジャブをガードの中側に入れて、ストレートにつなげていきます。ピンポイントに当てますね。ただ、さすがフィリピンチャンピオン、オマヤオ、とても打たれ強いです。これを食らった後に自分の攻撃を仕掛けていきます。これジャブを打っていきますが、井上はバックステップで距離を取って外してます。そしてストレートは硬いガードでブロッキングします。まあ、攻撃だけじゃなくてディフェンスのこともよく考えてますね。で、続けて井上はジャブとストレートを打っていきます。ジャブをもう一度ガードの中側から入れて、ここでもストレートにつなげていくんですけれども、今回は顔じゃなくてボディに打っていきます。まあ、オマヤオは顔上の方にパンチを結構もらっていたのでガードを高くセットしてます。なので井上はガードの隙間ボディを狙ってストレートを打ってクリーンに当てます。オマヤオ打たれ強いんですけども、これはさすがに効きましたね。仕方なく背中を向けてマットに膝をつけてしまいます。これはダウンです。ただハートは強いですね。10カウント以内に立ち上がって戦い続けたいという意思をレフリーに見せます。しかし、ダメージはあります。
ね、井上尚弥はそれに気づいてますね。ここでお前を倒しに行きます。 KO モードに入って連打を仕掛けて右ストレート、左ボディ、そしてもう一度右ボディストレートを打って、それから左フック、右ストレートを打ちますが、お前はうまく自分を守ってます。でその上にここでカウンターパンチを打ってますね。まあ、このパンチは当たってないんですけれども、お前はまだその危険なパンチを持っていて、まだ狙ってることがわかります。で井上尚弥もそれに気づきます。だからここで KO を狙い続けて攻めていくよりも冷静になってジャブをついていきます。ジャブを一発、ジャブを二発、そしてバックステップを取って距離感も考えてますね。やっぱり近づくほどパワーパンチを当てる確率が上がるんですけれども、お前が自分のパンチを当てる確率も上がります。だから井上はこの距離をキープしながら長いジャブで相手を削っていきます。そしてここではジャブからストレートにつなげてピンポイントに当てます。で最後にもう一度ジャブを打ちます。だから井上尚弥は相手を倒す KO モードからボクシングスタイル、まあ距離を取ってジャブとストレートで相手を崩す、そのような作戦に切り替えました。まあ、この冷静さはプロデビューを果たしているボクサーととても思えません。ここで井上はもう一度攻撃のパターンを変えます。ジャブとストレートで相手を崩すところから派手なコンビネーションで強烈なパンチを効かせます。ここで井上はサイドステップを取ります。で取りながらこの右を下から上に打って当てます。まあこれは決して強烈なパンチじゃないんですけれども、相手の目線を隠して邪魔をしてます。でその邪魔をしながらいいポジションを取りますね。で実はここサウスポーの構えに入ってます。で、このサウスポーの構えからリアハンドの左アッパーを打っていきます。で、このアッパーを打ちながらもう一度構えをスイッチしますね。前にステップしながらオーソドックスの構えに戻ります。で、お前はこの派手なフットワークに準備できてなかったです。で、そのため井上はこんなに抵抗なしで近寄ることができたのです。で、ここから重心を落として強烈な右フックをクリーンヒットします。でこれは効きましたね。お前はぐらつきます。でそれを見た井上は距離を詰めて攻めていきますが、ここでも冷静さを失いませんでした。距離感を考えながらジャブをついていきます。そしてその後はガードの隙間を狙ってボディにストレートを打っていきます。で最後はジャブを打ちました。ディフェンスのことを考えて自分を守ることはとても大事です。トップボクサーはみんなそれをよく理解してます。しかし、実は守らないといけないものは顔とボディだけじゃないのです。自分のオンライン個人データも守らないと大変なことになります。驚くかもしれませんが、ネットにつながることだけであなたの個人データはダダ漏れなのです。ということは、もしも悪意のある第三者があなたのデータを取りたければ簡単にできるのです。これは許せません。なので僕は NordVPN を利用して自分の個人データを安全に保護しています。 NordVPN を使ってれば安心してネットにつながれます。さらに NordVPN はワンクリックで他国からネットをアクセスできます。あなたにこんなことが起きたことがありますか？インターネットは世界中につながってると思われてますが、実は国によって見られるコンテンツが違うのです。規制なしでネットを自由に楽しみたければ、NordVPN を使うのをおすすめします。そして NordVPN は1つのアカウントにつき、6個のデバイスで使用できます。概要欄に貼ってる URL、nordvpn/familytimeft からアクセスすると、2年間プランを半額以上の割引、プラス1ヶ月無料がつきます。30日間返金保証付きなので使ってみて好きじゃなかったら解約すればいいのです。NordVPN について詳しくは概要欄の URL をアクセスしてください。2ラウンドに入ると井上は1ラウンドと同じようにジャブから攻めていきます。ジャブを散らしていきますね。でここではまあボディにジャブを打つフェイントを仕掛けてから下から上にジャブを打っていきます。まあこのジャブも全部クリーンヒットしてるわけではないんですけれども、井上がジャブを打つたびにお前は反応しないといけなかったのです。
で、ここでは距離を取ってますね。だから井上はジャブで試合の距離をコントロールすることができたのです。ただずっと下がってると、まあ、試合は勝てないとお前はよくわかってるので、ここで自分から距離を詰めて攻撃を仕掛けていきます。オーバーハンドを振っていきますが、井上はそれをスウェーでかわして、それから自分の左フックをカウンターで合わせます。ただここでは終わりません。井上はその後、右アッパーにつなげていきます。素晴らしいカウンターコンビネーションですね。ただやっぱりオマーヨは経験を持つボクサーですね。カウンターは食らったんですけれども、一応距離を詰めることができたのです。まあだからここで自分の左フックを振っていきます。でも井上尚弥は相手をよく見てますね。1秒も油断してません。左フックが来てることに気づいて、スウェーでこれを外します。スウェーで攻撃を避けてからカウンターを合わせるテクニックを見ましたが、ここでは井上はブロックしてからカウンターを合わせました。まあ、接近戦の戦いで、お前はもう一度右オーバーハンドを振っていきますが、今度はスウェーするよりもしっかりガードでブロッキングをします。で、このブロッキングした後に中側から左フックをショートに当てます。で、食らったお前はバランスを崩してますね。まあ、これは効いたかもしれません。バランスを崩した相手を見て、井上はチャンスと思って、パワーパンチを当てに行きますね。ただ、ここでも井上はお前をよく見てます。よく見てるので、お前は自分のパンチを狙ってることに気づくんです。なので、自分のパワーパンチを当てるよりも、ガードすることを決めます。それによって、お前のパンチをブロックすることができました。これはブロック。これもブロック。これはスウェーで外してますね。まあ、このフックは当たってるように見えますが、実は当たってないんです。よく見てください。ギリギリでこれを外してます。素晴らしいディフェンステクニックです。ただ、お前の攻撃はここで終わらないんです。さすがフィリピンチャンピオン。ここからストレートを打ちます。で、お前はいいポジションを取ってますよ。ここからストレートを打つんで、まあ、これは当たるでしょうっていうようなシーンなんですが、さすが井上尚弥。これも避けるんです。ダッキングで外します。素晴らしい反応ですね。3ラウンドに入っても、井上はジャブのことを忘れません。序盤からジャブを散らしていきます。ジャブをラウンドの序盤から打つことによって、井上は相手のお前に試合の距離、そしてペースを取り返すチャンスを与えませんでした。で、このシーンはそれをまさに見せてます。ペースを取り返しにお前は攻めて左フックを打ちに行きますが、井上は相打ちで自分のジャブを先に当てます。しかも、しっかりガードしながらジャブを打ってますね。素晴らしいボクシングテクニックです。このジャブもピンポイント、顎に当たってます。自分のパンチを打ちに思い切り踏み込んだお前が、まあ、逆に井上尚弥のジャブをクリーンに食らってるので、まあ、これは全身が思いっきり止められてリズムが崩されてますね。で、3ラウンドも井上は同じ左フック、右アッパーのカウンターコンビネーションをうまく使いました。ここでお前のオーバーハンドを避けて、左フックを振って、それから右アッパーを命中させています。このアッパーはクリーンヒットです。本当にこのパンチが効いて倒れてもおかしくないんですけれども、お前はやっぱり本当に打たれ強いです。このアッパー食らった後でも自分のパンチを打ちに行きます。このパンチも井上尚弥は外しますね。素晴らしい集中力、反応と目です。どれほどすごいかっていうと、このシーンでよくわかります。相手をロープに詰めて、右アッパーを打って、それから左ボディにつなげていくんですけれども、お前よはタイミングをうまく合わせて、自分の左フックを当てるんです。当てるんですけど、井上尚弥の顔をよく見てください。ここで、その左フックが来てることに気づいてるんです。で、気づいてるから顔を反らしてます。そのため、左フックは当たるんですけれども、ダメージを与えるところには当たりませんでした。もしも、井上がこのままお前を向いていたら、もしかしたらこの左フックは、井上尚弥の顎に当たってたかもしれません。または鼻かテンプル。ダメージを与えるパンチになってたかもしれませんが、井上は、
顔をそらすことによってダメージを避けることができたのです。自分のパンチを打ちながら相手の攻撃に気づく井上尚弥の集中力は素晴らしいものですね。4ラウンドに入って井上はもちろんジャブのことを忘れませんでした。序盤からジャブで攻めていきます。ジャブを1発2発打っていきます。で、ここではジャブのタイミングをずらしてクリーンヒットしますね。ジャブのフェイントを仕掛けてオマーヨは思いっきり反応してますね。パーリングしてます。ただ井上はまだジャブを出してないんです。タイミングをずらしてパーリングしてもらって、それからジャブを出してクリーンヒットします。素晴らしいボクシングテクニックです。そしてオマーヨの顔を見ると、まあこのジャブをかなり嫌がってますね。で、ここでもジャブをもう一発クリーンに当てます。距離からジャブをバンバン食らってたので、オマーヨはもう一度距離を詰めて自分のパンチを打ちに行きます。で、オマーヨが距離を詰めて攻めてくる時には、井上は今までよくバックステップで距離を取ったりスウェーでかわしてましたが、ここでディフェンスのパターンを変えて足を止めてしっかりガードでブロッキングをするんです。で、下がっていく距離を取っていく井上を考えてたオマーヨなので、思いっきり距離を詰めていくんですが、逆に自分の距離を潰してしまいます。まあこれはパンチを当てれるためにはちょっと近すぎますね。井上尚弥は攻撃のパターンだけじゃなくてディフェンスのパターンも変えていきました。だからオマーヨにとってとても攻めづらかったと思います。ここでも井上はディフェンスのパターンをもう一度変えますね。右ストレートを打っていきますが、お前はそれをブロックして左フックを振っていきます。ただ井上はブロッキングするよりもスウェーでこれをかわします。ブロッキングする井上尚弥を想像してたので、お前は思いっきり体重を乗せてこれをフルパワーで振っていきます。ただ外すとバランスを思いっきり崩してしまいますね。で、井上尚弥はこのチャンスを逃しません。距離を詰めて攻撃を仕掛けていきますが、最初はどのパンチで攻めていったと思いますか？ジャブですね。で、ジャブを一発だけじゃなくて2発です。ここでジャブをもう一発打ちます。で、それからストレートにつなげていきますね。で、ガードを上げさせた状態なので左ボディを打っていきます。で、これはクリーンヒットですね。ただこれを食らった後でもお前は自分の攻撃を打っていきます。左フックを打ちます。で、井上はそれをダッキングで外します。ただやっぱりこのボディ効いてしまったので、お前は休憩を取りに行きます。まあホールディングに入りますね。井上尚弥はそれをうまく止めてます。まあ腕を中側に入れてお前を押し返してます。で、ここから自分の右ボディアッパーを入れますね。で、この右ボディアッパーを入れた後に両足でバックステップを取って、まあ距離を作ります。で、距離を作ることができたので、ここから左ボディをもう一度狙っていきます。ただこれは外れてしまいますね。で、二人の間に距離ができたので、井上はもう一度距離を詰めていかないといけませんでした。ただそれをするためにはもちろんジャブを使いましたね。ジャブを一発、そしてここでも一発だけじゃなくて二発、この二発目でお前のガードをどかして、ここからストレートをピンポイントに当てます。で、またクリンチ状態に入って、ここで井上はもう一度バックステップして距離を作りますが、今回は両足でバックステップするよりも片足で、まあ、この右足だけでバックステップを取りながら左ボディを同時に打ちます。同時にやってますね。ステップバックと左ボディです。ただこれも、外してしまいます。いや、クリンチ状態に入って、ここでお前はもう一度重心を落としてホールディングに入ります。しかし井上はこれをうまく止めてますね。腕を中側に入れてお前を押し返していきます。ここでお前は自分の右ボディアッパーを打ちますが、まあ、これはちょっとローブロー気味ですし、まあ、影響なしですね。井上は気にせず戦い続けます。で、まあ、接近戦の戦いに入ってお前は左フックを振って、井上はこれをダッキングで外します。で、ここから井上は右アッパーを打ちますが、お前は見事にこれを
避けることができて、また重心を落としてしつこくホールディングに入ろうとしますが、井上はこれをもう一度うまく止めることができました。腕を中側に入れて前を押し返します。で、ここからもう一度右ボディを打っていきますが、このテクニックはすごいですね。右ボディアッパーを打ちながら両足でバックステップを取って距離を作ります。まあ、この右ボディアッパーから距離を作るシーンは今まで3回見てきてるんですけれども、3回とも井上は違うテクニックを使ってるんです。いろんなパターンを持ってるっていうことですね。で、スペースを作ることができたので左ボディを打って、今回はクリーンに当てることができました。前をとても打たれ強いんですけれども、これはさすがに我慢できなかったですね。倒れます。で、井上尚弥はこの左ボディブローで KO 負けのないフィリピンチャンピオンを KO することができました。初めてこの試合を見た時、僕はダウンを取った右ボディストレートと KO パンチの左ボディブローが勝利の鍵だったと思っていましたが、ゆっくり分析するとジャブがキーポイントだったことが分かりました。井上はジャブで試合のペースを掴んで距離を支配し、相手を徐々に崩していきました。そして忘れずにジャブを打ち続けることによって、オマエオにペースを取り返すチャンスを与えなかったのです。井上がどれほどジャブを打ったかというと、11分で178発です。ジャブを打っていたからこそお前を倒したボディブローを当てられたっていうことです。ボクシングではよく左を制する者は世界を制すると言われています。この試合はまさにそれを証明してます。ジャブ以外に井上はアッパーとストレート、的確なカウンター、完璧なスリッピング、このような素晴らしいボクシングテクニックを見せましたけれども、それよりも印象に残ったのは彼の冷静さと集中力です。パンチを効かせて連打で倒しに行く KO モードから、距離からジャブとストレートで崩すボクシングスタイルに切り替える冷静さ、そして自分のパンチを打ちながら相手の攻撃に気づく集中力は、世界チャンピオンでもそう簡単にできるものではありません。井上尚弥のテクニックが世界チャンピオンレベルであるのは間違いありませんが、井上が他の世界チャンピオンを圧倒的に KO してきている理由は、そのテクニックとともに特別の冷静さと集中力を持っているからだと僕は思っています。天使を見つめているようにぼんやり君を見ていた、でもなんだか切ない、君の手を握れることはないけど。